プンとしてはい、OK です。ありがとうございます。お願いします。ではこちらへお願いします、はい、玄関近いな。よーい、スタート。すごいですね、これね、便利ですね。エコラコありがとう。エコラした。いやもう終始楽しかったですね。本当ですね。実際の社員さんも、うん、出ていただいて、はいはいはい、ちょっと緊張してたみたいですけど、何回かね NG 出すのに、いや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 顔がこわばってるね、もういい笑顔でね、はい、似合ってましたね、あの制服もさすがにね、できましたね、うん、いや富澤がどんどんこの制服似合ってきてるんですよね。すごい似合うね、まあ、普段からこうしてりゃいいんだよね。まあ、コントでもやらせてもらってますし、ね、そうだね、うん、全然働けるんじゃないかなと。ただ腰悪いから、ね、腰がねちょっと悪い。いいよ見せなくて。はい、どうぞ。ああ、じゃあ。なんだこれは。見どころはね、マトリョーシカ。はいはいはい。僕の。うん、ものすごいでっかいマトリョーシカが出てくる。びっくりしましたね、あれね。あれはびっくりしたね。まあちょっとコントチックな感じのね、前編そうだったんですけど、それがまた僕らにとってはすごくやりやすかったし、ちょっと笑えるシーンもあるんでね。そうですね。はい、その辺も見どころだと思います。あれどうするんですかね、マトリョーシカね。もう明日爆破する。なんで爆破する。どうもありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあコント風なコマーシャルだと思いますので、はい、ぜひぜひ楽しんで見ていただきたいなと思いますね。で引っ越しの際にはぜひアート引っ越しセンターもちろんですよ。お願いします、はい、もう電話番号もそのままですからね、はいはい、ぜひよろしくお願いします。良ければ僕も行くかもしれません。富澤行きますよ、はい、指名してもらえればね。そうですね、うん、はい、僕はもうこのまま行きますけど、はい、ぜひたくさん電話お待ちしております。お願いします。